本題始まりました。もてつチャンネル。さあ、受けてきました。第356回トイック公開テストですね。6月23日、日曜日午前ですね。はい、受験になります。はい。いやー、今回は、なんだろう、全体的に難しいっていう感じですね。まあ、大体、いつもだったらね、ここが難しかったとか、ここは優しめだったとかってあるんですけど、今回はまんべんなく難しかったって感じですね。簡単だったとこがなかった。っていう感じだったと思います。いや、リスニングもリーディングもむずいって思ったし、だからここが飛び抜けて難しいとかはなかったけど、それでもこんなになんかこう幅広く難しかった回は初めてかなと思いますね。いや、だから受けた人相当大変だったと思いますね。多分リスニングでかなり心折られちゃったんじゃないかなと思いますよ。はい。という感じでございます。どうだったのかまあね、見ていくんですけど。まあ今回で大学だったんだけどね、時計置いてなかったんで、大学の教室って大体あるんですけど、今回ないとこだったんで、どれぐらいの時間が余ったのかわかんないですけど、いやでも相当大変だった。まあ、トリプルパッセージの、まあ、最後10問ね、何が一番多かったかってよく聞かれるんで、あそこ見直して、で、パート5見直すんですけど、パート5、いつもだったらね、全部行くことが多かったりするんだけど、今回は全然見直す時間なかったから、10何問目でもう、はい、試験終了ですってなってたんで、あ、こんなに見直す時間ないんだって思ったんで、はい、大変だったかなと思いますね。まあ確かに終わりの時、隣の人、ダブルパッセージ入ったあたりぐらいだったしね。まあそれぐらい、やっぱ大変だったんだろうね。なんか隣の方ずっと文法特急見てたけど、あれ、いつまで見てていいのあれって。だいぶ、だいぶ長く見てましたけど。問題配られた時ぐらい見えるのやめたのかな。はい、まあ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 いいとして、さて、じゃあそれぞれのパートね、どうだったのか見ていきたいと思います。まずパート1ですね。まあやや難かな。これはさすがになんじゃこれみたいな表現が多かった気がする。こんなん通ってくんだ。引っ掛けもややこしいよね。まあトイックによく出てくる表現も、まあ正解としてね、よく出てくる表現も引っ掛けに登場してましたね。今回正解じゃないんだっていうのがあってややこしいなと思った。まあとにかく進行形と完了形の違いがめっちゃ大事。やっぱり進行形はしている途中、完了形はそのした後の状態っていうのが、まあ何問も出てたなっていう感じですね。まあ難しい、だから突拍子もないすごく難しい表現が出てきたわけではないけど、むずい、それを正解にしてきてこれを引っ掛けにするんだっていう感じだった、はい。だからズバ抜けてドンと難しいわけじゃないけど、おえみたいなですね。じわじわ効いてくるボディーブローみたいな感じ。パート2。まあ、パート2は難しいですよ。難しいけど、まあ、トイックレベル的には普通かな。もう、よく出てくるパターンって感じですね。で、ただ、トイックね、あんま受けたことないとか、初めて受けたっていう人にとっては、これで普通なのってビビるかもしれないですね。やっぱ真ん中あたりから、やっぱ変化球と言われるですね、直接的返答じゃないのが増えてくるんで、結構きついんじゃないかなと思ったら、途中から、あー、やっぱりむずいのが出てきてるなーって感じ。その変化球を、やっぱ慣れていないと、何が正解なの、どれが正解なのってなっちゃうだろうなって思いましたね。はい。で、続いて、パート3。いや、むずいと思うね。場面浮かばないよね。マジで。なんだこの場面っていうのあったと思いますよ。2つぐらいあったかな。かなり厄介だと思った。単語とかも難しかったし、厄介でした。で、パート4、こっちもそうです。やっぱ場面が浮かばないものが出てきてるよね。こんなんわかる？誰がわかるんだろうっていうのがあった。今喋ってて思い出したわ、そういえば。はい。はい、かなりね、厄介な表現が出ていたと思います。いや、だからあれをスラスラ解けるって相当すごいと思う。場面わかんないままこう進んでって、って思って、もう3問目ができてんじゃんって思った人は結構いるんじゃないかなと思いますね。1問目のヒントすごい、これで答え出させるんだっていうのあったんで、1問目出ないでそのまま2、3進んでるっていうね。はい、あれはきついと思いますね。はい。なんでリスニング全体としてかなり難しい回だった。なんかどれがズバ抜けて難かったとかではないのに、厄介だったね。はい。続いてパート5。パート5は、まあまあ普通としておくか、やや、まあ一応普通としておくか、ややなんか、まあ問題によってはってなるね。やっぱ語彙問題とか、はっていうのはあったもんね。あれは結構難しかったなと思いますね。いや、かなり悩んだのもあった。はい、これもメモっとこう。でまあ語彙が難しかったし、まあこんな文法事項も問われるんだな、みたいなのはまあ相変わらず最近いろいろと出てますね。で、パート6もややなんかな。だから超むずいってわけじゃないけど、ん？っ
って悩むのがある感じ。文章補充とか文入れるやつもそこまでスーパーむずいわけじゃないけど、でもやっぱ悩むね。ちょっと時間かかっちゃう人が多いんじゃないかなと思った。続いてパース7、これは何ですね、もう完全にむずい、はい、いやーかなり厄介だったね。照らし合わせ推測もやだったな。いや2回直してるから、そう、消しゴムほぼ使わないんですけど自分自身ね、2箇所も直したから、いやそれだけ引っ掛ける気満々ってことですね。いや結構ね外れた回だった。外れたっていうのはですね、やっぱトイックってパターンがあって、こう来たら、まあこれが正解だろう。選択肢見ただけでもこれが正解だろうって判断できる結構あるんですよ。だから今回のパート3、4とかだったら、糸問題なんてもう当たっているから、半分、5問あって、5問中の半分は選択肢で当ててるからね。もう選択肢でこれだろうな、どうせっていうので。まだね、糸問題ね、そこまでうまくないんだよね、トイックで。そう、見抜けんの。それに対してね、リーディングの方は結構今までと違う正解パターンが出てきてて、まあもちろんあるんですよ。ああ、これがどうせ正解だろうなって思って、今回もね、トリプルパッセージの照らし合わせで、ああ、やっぱりこれが正解じゃんって、もう考えるまでもないわっていうのはあったんだけど、逆にいつものパターンだったらこれが正解だっていうのは正解じゃないの。違うのが正解になってるとか、ああ、はいはいはい、もういつものパターンだったらどうせこことここを照らし合わせて、この答えを出させるんでしょって見たら選択肢にいないとかね。え、これ正解に持ってこないんだとか。そういうパターンがちょこちょこ出てる。だトイックマニアたち、トイックに受け慣れてる人たちがこれが正解だろうって言ったのをうまくこうなんかで引っ掛けてきてる感じ。だからまあ僕はね、あの選択肢見ただけで解いてる動画とかもありますけど、ああいうのでやったら引っかかっちゃう、っていうのは、結構増えたなって思うね。やっぱ対策をしてきてるっていう印象ですね。でまあ長いしね、パート7は。そしてやっぱ分量が多い、読まなきゃいけないのがだいぶ多かったね。で語彙むずくなってますね。答えに関係する語彙もむずい。もちろん答えに関係なくてなんじゃそれみたいなのも入ってました、入ってたけど、答えに関係するやつでもやはりレベルの高いものが入っているので、語彙力そして文章量、その辺のことがまあね厄介な理由かな、はい、読むのも大変、一個一個の一文一文も読むのが大変だし、なんといっても長すぎると思いますね、はい。まあ、今回は睡眠は取ってったんで、まあ、取ってったっていうか、その前の2日間あんまり寝れてなかったんで、大阪でね2時間とか3時間とかね、それぐらいの睡眠が続いてたん で新幹線の中で寝るみたいな生活だったんで、昨日は11時ぐらいにはもう寝てたんで、9時間よりもとか寝たんですけど、それでも起きたら眠かったっていうのにびっくりしたね。あ、やっぱなんか寝るのって溜めることはできないとかってよく言われますけど、寝不足って溜まるんだなと思いましたけどね、はい。こんな感じで、結構ぼーっとしたままの頭で行ったんですけど、まあ、いつものような眠い超眠いの寝不足はなかったんで、それは大丈夫。まあ、だいたいね、いつも3時に寝て8時に起きるみたいなんで受けてますから毎回、それはなかったんだけど、いやかなり効きましたね。こんなに厄介なんだと思ってびっくりした回でございました。はい、ぜひ皆さんね、感想をお聞かせください。はい、コメント待っております。はい、メンバーシップレベル2ではトイック講義も見ることできますし、はい、そして反省会ライブもいつも通りやりますので、そちらも見ていただければと思います。はい、いや大変だった、拍手ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。